ああ。みんな町を見に行ったみたい。そうらしいな。あのタンク、思い出さない？ニブルヘイムの給水塔に似てるな。うん、思い出の場所なのに、今はもうないんだよね。穏やかでいい街だね。初めて呆れていますね。あ、僕は泣き虫のシェード。泣けば泣くほど強くなるんです。対戦よろしくお願いします。
負けちゃったか。でもたくさん泣いてすっきりしました。やっぱりストレス解消にはカードバウトが一番ですね。おやおや、あなたも相当なストレスを溜め込んでますね。顔を見ればわかります。大泣きバウトおすすめですよ。ぜひやってみてください。いらっしゃい。お、兄ちゃん渋い武器持ってるね。使い込まれた、いい色してやがる。ただそいつのポテンシャルはまだまだだ。しっかり整備すればもっと強くなるぜ。どうだい、手ほどきしようか。輝きが増したじゃねえか。武器もにっこり笑ってやがる。これからも定期的にカスタマイズしてやるんだな。おお、せっかくだ、うちの商品も見ていってくれよ。そんじゃ、武器は大切にな。
ージで乗ったヘリが落ちたらかわいらしいぞ。あの名物ワンピアで販売しましょう。大人気のランドサンドはいかがですか。どの部位もトロトロチーズにピリ辛さ、癖になるよ。そういえばさ、あ、クラウド、おはよう。ああ、何をしてるんだ。クラウド探してたの。そうか。本屋に用事？あのね、その後時間ある？塔の上行ってみない？ああ、行こう。本当？やった！それじゃあ入場券もらっておくから、塔の前で集合。いらっしゃいませ。魔導書店へようこそ。ん？お客さん、スキルブックをカスタマイズするのは初めて？スキルブックを強化するには持ち主にそれ相応の知識や経験、能力が必要なんだけど、お客さんは大丈夫そうだね。早速やってみようか。まあ、最初はこんなもんかな。スキルブックは仲間との絆が深まることで、さらに力を引き出すことができるよ。また強化したくなったら、いつでも持ってきなよ。今日はどうします？また寄ってね。私の壁を壊して入ってくるなんて失礼な人ね。何？あなたもカームの壁を干渉しに来たの？それとも私とクイーンズブラッドがやりたいのかしら？私は鉄壁のジーブル。カームの壁のように何事にも動じず凛々しく美しく守りきるカードバウター。私という壁にぶつかってただで済んだ者はいないわ。生半可な気持ちで挑戦するのやめておきなさい。
女、難攻不落の守りが崩されるなんて、あなた何者？うすうす感じていたの。壁の中で閉じこもっているだけではダメだって。壁は優しく守ってくれるけど、いつかは乗り越えないといけないの。うん、決めた。今日からはあなたが私の壁よ。必ず越えてみせるから、覚悟してなさい。新しい挑戦者が来やがったぜ。へい兄ちゃん、いっちゃバウトしていくか。このお嬢ちゃんは腹話術師のネーネって言うんだ。ちょっとシャイだが、ここぞという時は大爆発する絶賛成長中のバウターさ。舐めてかかると痛い目を見るぜ。
ばあちゃん、負けちまったな。まあそんな時もあるさ。お嬢ちゃんすげえやつに挑んだ。その負けを恐れてちゃ強くなれねえからな。お嬢ちゃんの爆発、さあ一緒に遊んでくれた兄ちゃんに。対戦ありがとうございました。ミッドガル、こっちだったよね。そのはずだ。ここから見ると小さいね。距離があるからな。ねえ、ティファと何かあった？ほら、部屋同じだったから。何か言ってたか？特には何も。でも、わかる。幼馴染なんて、羨ましい。大切にしなくちゃ。
してる？おそらく。なんて考えないでくれ。町が巻き込まれる。逃げよう。ついてこい。異常なし。ここ裏路地を行こう。私は味方だ。本家に知り合いがいてね。あんたもアバランチ似たようなものだ。待て、私が兵士の気を引こう。君たちは上の足場を渡れ。宿まであと少し。気を抜くな。下で待っている。地下道が町の外まで続いている。今ならまだ待ち伏せはないはずだ。外に出たら近くの農場に私の知人がいるから頼るといい。それとこれを。クラフト端末だ。共和国時代に作られた骨董品だが、アイテムクラフトができるようになる。良ければ使ってくれ。俺たちを行かせて
あんたは大丈夫なのか？私もこの町もシンナとはいろいろあって、正直これが正しい道なのかはわからん。考えが変わる前にさっさと行ってくれ。何してやがったんだ。デートみたいな。え？あ、そういうのはしばらくお預けだ。いいな。よし、脱出だ。行き止まり？風が流れている。こっちだ。俺の出番だ。私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ？例えば荒野の歩き方。そんなの簡単だぜ。俺のやり方はとりあえず歩きのせい。カームにはしばらく戻れないよね。
そうだな。行こう。行くぜ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 ！